で前半では、カジュアルなスタイルとガーリーなスタイルをアレンジしていただいたんですけど、後半では、夏といえばということで、浴衣に似合うヘアアレンジを田山さんにしていただきます。はい、お願いします。夏休みも終わっちゃったんですけど、あんまり夏らしいことができなかったので、今回は実際に浴衣に着替えてヘアアレンジもするので、ぜひ最後までご覧ください。はい、はい、お願いします。浴衣アレンジはどんな感じのアレンジですか？さっきとまたちょっとイメージを変えて、はい、今度はハーフアップみたいな雰囲気にしていこうかなと思います。やっぱりショートとかボブの方はハーフアップアレンジすごい多いです。確かに、結構着物とか浴衣で、やっぱりこう襟があるので、襟がスッシュッと上がってる方がいいので、結構やっぱりロングとか長い人はみんなフルアップするんですけど、ボブとか、まあ、短めのボブかなとか、あとショートはもともと襟足がこう上がって見えてるので、別にアップにしなくても全然いい感じにすっきり見えてくれるので、ハーフが多いかな。なるほど。確かにボブのハーフアップのアレンジ可愛いですよね。でちょっとアレンジしやすいように一回巻いていきます、はい、動かすのはこの表面だけなので、そんなに下は動かさないで表面をミックス巻きでやった方が、はい、ちょっと時短になるので。なるほど。意外とショートでもボブでも普通にアレンジでできるので、イメージ変わりますよね。そうですね、確かに普段全然自分ではアレンジしないんですけど、ちょっとでも練習すればできそうですよね。2パターンはちょっと分け目を変えてたんですけど、今回はいつもと同じセンターでやっていきます、はい、これだけ前髪は残して、はい、ちょっと薄めに取っていきます。ねじるんですね。ねじます。ねじってもう一回すくってねじる。ちょっとねじりをこうどんどん増やしていく感じ、ねじってギザギザで取るのがいいです。なんか結構こう地肌が思いっきり見えちゃうので、ギザギザで取ってちょっとニュアンス出してねじってねじりを増やしていくみたいなイメージです。これだったら全然長さどんな人でもできるのでおすすめです。でここでねじったらピンで留めるもありなんですけど、ゴムで留めてあげた方が安定感が出るので、ちょっと留めます。です。で、そしたらさらにねじってきます。後ろの方も、なんか一回ゴムで留めてあげた方がボロボロ落ちてこないから、そう、確かに。でまたねじってねじって、でまたゴムで留めます。ゴムは黒よりも茶色とかの方が、髪色になじみやすいので、黒髪の人は黒のゴムの方がいいと思います。あ、取れちゃった。ゴムで留めます。はい、バランスを見ながらちょっと引き出していきます。短いけどね、ちょっととかはとりあえずねじれば、大体いけるみたいな。それっぽくなりました。確かにねじって引き出すっていう工程をやってあげれば、大体アレンジにうまくいくので、出すのがやっぱ大事なんですね。あ、そうです、そうです。ただ短いとやっぱ引き出すのもちょっと、確かに、そう、引き出すぎちゃうと毛が出てきちゃうから、ちょっと難しいんですけど、あとはハートスプレーでやっぱり固めてあげた方がピョンピョン出てきにくいので、おすすめです。意外とねじってやっぱピンで留めるっていうの多いんですけど、私は結構ゴムがおすすめです。短い人特に、あと痛くなくなる。へえ。そう、ピンだと結構やっぱ痛くなってきちゃうと思う、頭皮が。なるべくヘアアレンジするときもなんかピンとかを最小限にしてあげた方が、確かに痛いですよね。負担がね、頭皮が薄いのかわかんないですけど、結構痛いんですよ。ね、そうなんですよね。
毛が細い人は特に、うん、ああそうなのか、うん、あとこの引き出す時も結構その骨格のバランスによって引き出し方ってすごい大事になってくるから、うん、なんか広がりやすい人とかあんまり横とかはやらない方がそっかそっかそうそういいので、確かにそう、さっきも言ったんですけど、この距離が逆に低い人はちょっと高さここを出したりとか、しとみちゃんここ出しすぎると高さ出すぎちゃうから、ここはあんまり出さないということです。で、そしたらちょっとお花をつけていきます。はい、今日はアジサイと、あ、アジサイ、はい、かわいい、増加でもいいんですけど、これはプリザーブドフラワーって言って、あのドライじゃないけど、ドライっぽい、でも色鮮やかで、うん、ドライフラワーと生花の間ぐらいの花です。なるほど、持ちがいいんですね。持ちすごくいいです。おすすめ、ドライフラワーってちょっと色が結構焦ってきちゃう、わ、うん、かりますよね。そうそう、なんか見方によっては枯れてる花みたいな、うん、感じになっちゃうから、そうプリザーブドの方が結構長く使えたりします、うん、へー、かわいい。今日はちょっと浴衣の色を合わせて、はい、色系の色をつけていきます。まあ、前からも見えるような感じにしたいので、うん、後ろと前と見える位置ってだいたいこの耳の周り、うん、ここが一番見えるので、起きないようにピンで留めていきます。はい、かわいい、うん、こっち側とリムつけます。はい、この結んでることによってお花を刺した時に安定感があるので、ピンだと結構そのショートヘアとか短い毛だとこうパラパラ落ちてきちゃう可能性があって、それでさらにこの刺したお花の重みで余計落ちてきちゃうので、結構そう結んだ方がおすすめです。うん、はい、できました。ありがとうございます。完成しました。すごい可愛い感じ。はい、ではこれから浴衣を着付けていただきます。はい、お願いします。はい、今回はサンスタイルもアレンジしていただいてありがとうございました。ありがとうございます。本当に自分じゃ全然できないアレンジだったので、めちゃくちゃ勉強になりました。ありがとうございます。ありがとうございます。とみちゃんの髪すごい柔らかかったので、すごい髪あのアレンジしやすかったです。アレンジあの可愛くなりやすい髪質なので、すごい良かったです。また、はい、ぜひまたお願いします。はい、はい、では今回の動画がいいと思ったら高評価とコメントをお待ちしております。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。